はい、皆さんこんにちは、のべです。ザ・シブズ4やっていきますよ。優勝さん、今回もハルシ魔法使いの修行頑張っていきましょう。結構魔法も覚えたし、魔法使いのランクも相当上がってきたんで、頑張っていきましょうね。カイマのポッポちゃん可愛いね。よし、やっていきましょう。さあ、正面先生とハルシがいい友達になりました。この指導をお願いすると仲良くなれるんだよね。だいぶ仲良くなったな、正面先生。じゃあ引き続き、ハルシはそうだな、魔法の書はまだ探せないで、塩面先生から魔法を教えてもらうこともできない。あー、だもんで薬のレシピ教えてもらおう。さあ、ハルシハルシで、だいぶね楽しさが下がっちゃうんだよな、修行ばっかやってると。まあそりゃそうか。さあ、で新しい薬、魅惑的なオーラの薬が1個っていうか、魅惑的なこれが、飲んだシムの周囲のシムがロマンチックな会話を受け入れやすくなる。なんか変な薬ばっかだな。で、さっき手に入れた、無理やりの友情の薬。飲むとフレンドリーな会話の力を解放する薬。で、次の、ランク、熟練者まであと少しだから頑張ろう。さあ、ハルシの、この魔法使いのランク上がりました。熟練者ですね、今。熟練者はどんな感じ？そうだな、そうだな。なんか覚えさせた方がいいかな。まあ、とりあえず、じゃあ、ここもステイで。はい。で、熟練者になったことで、また新しい、魔法が覚えられるはず。で、新たな魔法、相思相愛を見つけました。これは二人のシムをロマンチックな関係させる。で、プンプン。二人のシムを争わせて喧嘩をさせる。ほうほうほう。じゃあ、原始魔法とか実用魔法も新しい、魔法覚えられるかもね。はい。さあ、頑張って修行じゃ。じゃあ、さっき、見つけた魔法の書、トランステレポートの書も読めるね。そうか、そうか。ランクが足りなかったから、さっき読めなかったんだね。で、さっき見つけた、この、相思相愛の書はね、もう持ってるんです。じゃあ、はい、返します。さあ、それでは、トランステレポートの書を読んでいきましょう。あ、こうやって、この本を浮かせながら読んでるわけですな。おしゃれだね。ほんと魔法使いじゃん。で、それを見守るポッポちゃん。かわいい。すげえ、めっちゃ、魔法使いっぽいじゃん。あ、で、隣に誰か座ってきた。で、必死に今、この魔法の書を読んで呪文を覚えてるわけですね。さあ、頑張れ頑張れ、ハルシ。で、みんな座ってきた、こっち。なぜここに座る、わざわざ。それにしても熱い本だな。はい、ハルシは新たな魔法を見つけました。トランステレポート。トランステレポート。これだね。距離に関わらず別の位置に即座に移動する。ほうほうほう。今使える？呪文。あ、いつでもトランステレポート。はいはいはい。これやるとどうなる？どうなる？どうなる？あれ？なんもないな。失敗したのかな？トランステレポートはしたい。じゃあここに移動するとか。あー、すごい！どこ行った？どこ行った？ん？あれ？ハルシさん？ハルシ？ハルシ？ハルシ？あー、なるほど。ここ、移動、はい。あー、結構便利かもな、これ。すげえ、なんか遠くに、すぐに移動できるんだ。あらあらあら。さあ、こっち来なさい。あー、すげえ。すごいじゃん。こんなんあるんだ。さあ、ハルシは新たな魔法を見つけました。呪い解除。ほうほうほう。呪い解除は魔法の呪いの効果から解放される。あ、なんかすごいの覚えたね。さあ、それでは、塩面先生に魔法を教えてもらいに行きましょう。ここはテレポート使わないんかい、あるし。さあ、教えてもらいに行きましょう。コピペ。コピペを覚えました。コピペ。コピペは、これ。一つの小さなオブジェクトの数を増やす。ほうほうほう。で、今、ハルシは魔法の書を探します。じゃあ、魔法の書を探したらコピペやってみ。あ、早速やるか。あーで、増えた増えた、確かに。すげえ。そんなこともできるようになったの？じゃあ、
この辺の、じゃあ、いたずら魔法の賢者に魔法かけよう。そうだな。結構魔法覚えたね。そうだな。じゃあ、プンプン。じゃあ、賢者同士戦わせてみよう。はい。やってみよう。はい。さあ、プンプン。プンプンやってごらん。あ、で、なんかトイレに入ってきた。さあ、で、テレポートして。さあ、プンプン。賢者同士を喧嘩させるんだ。あー、で、確かに、なんか怒ってるぞ。さあ、この、いたずら魔法の賢者さんが、塩麺先生のとこ行ったよ。どうなる？どうなるのかしら。この野郎お前この塩麺この野郎、前から気に入らなかったんだよ。なんだとこの野郎何がいたずら魔法の賢者だ。もっと実用的な魔法を見つけなさい。あんたのどこが実用魔法なのよ。全然実用的じゃないのよ。あ、塩麺先生負けてるよ。勝ちなさいよ、そこは。やっぱ魔法に頼ってきたから腕力弱いのかな。あー、ごめんなさい、塩麺先生。こんなことになってしまうなんて、すいません。すいません。じゃあもう一個なんかかけたいな。もうせっかく魔法たくさん覚えたからね、使っていかないとね。炎よ燃えろ。じゃあ炎よ燃えろ。あ、しもべになれとかもあるな。じゃあ、賢者をしもべにしよう。なんだろう、しもべになる。あーで、あーもうちょっと入れ違いになっちゃってるよ。しもべになれ、しもべになれ。はい。はい、しもべになれ。すいません、ちょっとハルシーすぐ来るから。さあ、私のしもべとなるのだ。さあ、どうだ？やばあ、しもべになった。なんだこれは、どうなる？なんか言うことをなんか聞くんだよね。料理を作れ、眠れ、片付けろ、正気に戻す。じゃあ料理を作れ。料理系の魔法多いな。うまーいとか。さあ料理を作ってごらん、私のためにね。はい、料理を作れ。聞いてるのか。あ、作る作る作るの。あー、これ冷蔵庫だろ。これ冷蔵庫だった。さあ、何を作るんだ。で、テレポートして、で、今何作ろうとしてんの。これタコスキャスロールを再開する。あー、タコスキャスロールを作ろうとしてんので、またなんかバーでカクテル作ってる。まあちょっと、じゃあこの洗脳もう解除しようか。どこ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 や、どこ行ってんの、ハルシ。あー、すいません。もう、作らなくて大丈夫です。あー、で、痛がってる。料理苦手なんだ。もう魔法ばっかやってるから、料理とか、あれなんか、料理で作、魔法で作ってんだろうね。何を言ってるの、私は。さあ、じゃあ、正気に戻そう。はい。さあ、もう作らなくていいんだよ。もう作らなくていいんだ。ありがとう。あー、結局作っちゃった、タコスキャスロール。あー、結局作っちゃったね、ありがとう。すいません、美味しくいただきます。違うじゃん、なんか。タコスキャスロールじゃなかったの。チップス&サルサになってるよ。しかも品質は悪い。こんなもの壊せる気が、貴様。はい、初期に戻す。さあ、ハルシ戻ってきて。正気に戻すって、そういうこと。そうなのね。さあ、それでは、ハルシ、引き続き、魔法の練習していきましょう。で、今回は使いま、キッキちゃんをね、呼び出してます。キッキちゃん。かわいいね、キッキちゃんも。これ、キッキちゃんです。あー、かわいい。ほんとなんか、豚みたいだね。豚に羽がついたみたいな。さあ、では、ハルシ。魔法、魔法。魔法の練習。原始魔法の練習。頑張るよ。で、ちょっと楽しさと社交落ちてるけど、まあまあ、頑張って。頑張って。はい。ハルシは達人ランクの魔法使いです。よし、昇格したんだね。オッケーオッケー。で、ここまで来ましたね、達人。達人になると、いろいろ覚えられるんだけど、ここまで何もやってないからな。何も覚えさせてないからね。そうね、そうね。なんか覚えさせた方がいいかな。じゃあ、これだな。
他の魔法使いとトレーニングや実験を行うときに人間関係とスキルの増加量が上がります。いいじゃん。よし。で他には魔法の国の売店で購入するアイテムが 50% 引き。ほうほうほう。で原子を手なずけるとかなんかいろいろあるな。んーまあとりあえずこのままでいいや。はい。じゃあなんか魔法を教えてもらってもいいですかね。ねできれば原子魔法とか覚えたいな。かっこいい原子魔法。原子魔法の賢者さんはどこに隠れた。そこだ。いた。原子魔法を教えてもらう。さあハルシ原子魔法を教えてもらいましょう。さあどんな魔法を教えてくれるかな。ハルシは新たな魔法を見つけました。生き返れ。なんだろう生き返れ。結構魔法覚えたからなこれまで。はい生き返れ。幽霊を本来の実体のある形に戻す。あなんかすごいね。もしかしたら幽霊を生き返らせるそんな魔法かもしれない。生き返れだからね。でコピーとかもあるんだ。おーおーおお。じゃあハルシ今からじゃあメイソン君を生き返らせてみようか。マジでそんなことできる。じゃあ急ごう急ごう。はーいどうもメイソン君。メイソン君すごいぞ。すごいもん覚えてしまったぞ私。じゃあメイソン君やってみようか。さっそくだけど魔法呪文そうだな。じゃあまず炎よ燃えろやってみようか。一回こういうのやってみよう。はい。さあメイソン君久しぶりだね。おおハルシ元気だったか。わしは仕事大変じゃったぞ。さあそしてさあこれが覚えたての呪文メイソン君。あーでなんかめっちゃ仲悪くなっちゃった。幽霊だから燃えないのかな。なんてことするのハルシなんかみんなに嫌われちゃった。ごめんごめん。あ燃えてる。あーなんとかやばいやばい幽霊が燃えてる。あーファバさん今夜はバーで一人見ないとやってる。出会いを求めに行こういいわ私間に合ってるわ。ごめんねメゾン君。あめちゃめちゃ怒ってる。ごめんごめんごめん。じゃあお詫びと言っては何ですか。呪文。あーでゲレロも来た。オス。じゃあ生き返れ。はい。本当に生き返る。まさかね。まさかだけどさ。あれ生き返ってるなんかパッとパッと生き返ったぞメイソン君。うわーメイソン君なんとメイソン君が生き返りました。もっとなんかキラキラーってならないんだね。でなんかバックロコケ出してさごめんねメイソン君すいません。あーこれはなんとそうだな。じゃあまた家を褒めようメイソン君おめでとう生き返りました。さあどうもメイソン君。じゃあ今度はメイソン君プレイでやっていきましょう。でなんだろう。あちちち焼けちゃうそうだよねさっき燃えてたもんね。あーでハルシさんが帰ってきました。いやーまさかメイソン君が復活できるとはね。あやっぱこうやって見るとメイソン君イケメンだな。あーで私の奥さんイレスレイヤさん。じゃあそうだな。とりあえずじゃあ頬にキスでもしておこう。イレスレイヤ聞いてくれ。実はね僕この度蘇ったんだ。どうしたどうしたどうした。退屈って言ってる。いやいやいやそんなこと言うなよ。一日は明るくする。まあ、とりあえず話してください。あーで、あらあら、早速奥さんとよろしくやってるんですか。そうだな。じゃあとりあえず、まあ、キスでもしとこうか。はい、とりあえずキス。さあ、とりあえずキスをしなさい。あれキスができないな。どうした。いつの間にそんな奥手になってしまったんだ。ああじゃあ子作りやってみましょうかメイソン君とイレスレイヤーさんで子作りやってみよう。幽霊の時はできなかったからね。さあではイレスレイヤー待ってるよ。僕はベッドで待ってるからね。レイヤー今夜あたりどうだい。待ってましたおおよしよしよしいいぞいいぞ。いやなんとこのイケメンメイソン君とイレスレイヤーさんにとうとうお子さんが生まれようとしている。最高。そうメイソン君はねあれなんだよ。イレスレイヤーさんとキスがしたかったわけではない。ウグウがしかしたかったわけでもない。そう子作りがしたかったんだ。あーでちょっとオリアナさんちょっとあっち行ってもらっていいですかね。ちょっと邪魔なんです。邪魔なんですよオリアナさんちょっとあっち行ってください。レイラと子作りを試みる
さあ、レイラ。ウーバー。今夜あたりどうだい？うん。待ってました。ついにこの時が来たのね。私ずっとメイソンとウフーが知りたかったの。さあ、周りにご家族がいないか確認してください。さあ、来たー来ましたー。ついにメイソンが、ついにメイソンのマグマが噴火する時でございます。いやー、だってね、もうずっと幽霊だったから子作りできなかったもんね。メイソン君、ずっと我慢してたもんね。そしてイレスレイヤーさんも我慢してたんだもんね。いやでもこの二人の子供楽しみだな。こんな超イケメンと超美女の子供ってどんな子供が出てくるやら。さあどうだ、ちゃんと子供できたかな。さあ楽しみにしようぞ。いや今日もいい汗かいたぜ。でテレポート早速。あーチェスやりたかったんだテレポート使ってるよいやこのテレポートめっちゃ便利だね。このいちいち歩かなくてもいいもんね。いやーよかったよかった。じゃあハウシーまた引き続き魔法の修行頑張っていこうね。ハウスでは今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。次回をお楽しみに。よしかしチャンネル登録高評価お願いします。のべでした。さよなら。